どうもすみません。木更木賞と東京新聞杯の結果分析です。まずは木更木賞からです。1着里のフェイバー、2着グローリーベイズ、3着ラセットでした。大外れでした。里のフェイバー、グローリーベイズ、ある程度有力馬たちが賞金を加算できたということで、今後ローテーションを組みやすくなって、それは良かったかなっていうふうに思うんですが、ただ、レース前に想定してた以上の何か、 今後、春に向けて、春のクラクチシックに向けて期待を持てるような内容、もしくは馬体の変化があったかというと、そういったものは特にはなかったんで、まあ、短期間でびっくりするような成長でもしない限りは、サトノフェイバー、グローリーベイズがクラシックの中心になるということはまずないかなっていう感じですね。ですから、このレースとしてはいいんですけれども、ただ今後については、 未来が明るくなるような内容でもなかった、レースでもなかったかなっていうところはありますね。そしてダノンマジェスティ、今後の春のクラシック、もしくはそれ以降の競馬界の未来において夢を見させてくれる可能性があるのはダノンマジェスティでしたんで注目してたんですが、悪いパターンが出たかなっていう感じですね。で、松若騎手相当叩かれてるとは思うんですが、あんまり攻めないでほしいなっていうふうに思いますね。 レース前から松岡騎士とトップレベルのジョッキーとの差っていうのは明らかに分かってたことですし、そういった中で乗せたのは陣営ですんで、陣営の方が責任は重いかなっていうふうには思いますね。で、松岡騎士については一つ残念だったのは、思い切った起乗ができなかったっていうことですね。中途半端なことをしたがために、それで4コーナーの手前のところで仕掛けた時に勝ち、勝字、 松山騎士に反応されて軽く接触みたいな感じになったんですかね。それで、それに反応して外にブレてしまったっていう感じがありますね。ですからもっと積極的に早め戦闘ぐらいな強気の競馬をしてれば気難しさは出なかった可能性はあったかなっていうところですね。まあもともとこういう気難しいところはあるんじゃないかなっていうような馬でしたんで、まあそこをカバーできなかったっていうことは残念だったかなっていう感じですね。人気薄の時には まずは集思い切った記事を結構やるんですけれどもこういった一本かぶりの時に縮こまってしまったっていうことは残念だったかなっていうふうに思いますねとにかく陣営にとっては顔を洗う機会にはなりましたんで目を覚ませるかっていうところですね中途半端にギリギリ勝ったり2着3着になったりするよりかは極端な結果になって気持ちは切り替えやすいでしょうしそういった意味ではいいところも多少はあるんですがただ 後遺症が出る可能性がありますし、生き物ですんで、これを機会に馬が潰れちゃう可能性もありますんで、とにかくそういったような重大なミスは犯してしまったかなっていうところではありますね。それではレース全体について戻るんですが、里のフェイバーはスタートも良くて、脚力があってダッシュもつきますんで、花に立ったのが良かったかなっていうふうに思いますね。で、スローペースになって、 グローリーベイズミルコ・ゼムール騎手、最初は後方にいたんですが、徐々にポジションを上げていって、4コーナーのところでは2番手に行ってるような形になりましたね。で、そのまま一体一体の競馬になりました。で、里のフェイバーを落ち着いたりもしたんですけれども、里のフェイバー古川騎手は落ち着いて先行場ペースに持ち込みましたね。ですから、ラップを見ればわかりやすいんですが、ラスト2波論だけ速いんですよね。 あれだけ楽なペースの中でラストフトハロンの競馬にできてしかも里のフェイバーグローリーベイズっていう能力が高い馬たちが逃げ2番手っていうそういったようなポジション取りになったら後続の馬たちは刺すことは難しいかなっていうところですねでまあ京都の外回りなんで坂の下りのところで思い切ってまくるだとかしにくいコースでもありますんでまあそういった中での相手のペース しかも今の京都っていうのは先行馬が止まりにくいような馬場状態でもありますんで、まあ、これだけ楽なペースになって有力馬たちが前にいるっていうような形になると一体一体になるっていうのは自然かなっていう感じではありますね。それでは、うちの方から一頭ずついきます。スラッシュメタル。スラッシュメタルは全然人気はなかったんですが、引き続き出来は良かったですし、さすがに ジョイさんとダノ・マジェスティ・グローリー・ベイズ、里のフェイバーとはちょっと差はあるんですけれども、その他の馬たちとは差はないかなっていう感じの馬ですね。後方からの競馬になって届くような展開ではなかったんですけれども、まあ、でも腹をくくって乗ったっていうのは良かったですし、直線そこそこいい足を使いましたんで、今後につながる欠陥にはなったかなっていうふうに思いますね。スーサン・ドーン。スーサン・ドーンはやっぱり筋肉の質から、 体の使い方から硬くなってますし歩き急いでる感じっていうのはやっぱり弱いところがあってその分突っ張って歩いちゃうようなところもあるのかなっていう感じですねですからもっとゆったりと歩けるようになって脚力を感じるような歩き方ができればっていう感じで新馬戦の時の感じに戻れば距離もこなせるでしょうしとにかく今馬を作れてないっていうような状態かなっていう感じですね里のフェイバー グローリーベイズミルコテムロル騎手が上がってきて続いたんですが、古川騎手が落ち着いて対処しましたね。古川騎手はここ1年でブレイクしたんですが、もともとうまい方の騎手でしたし、重症でもこうやって落ち着いて乗れるわけですから、評価されるのが遅かったなっていう感じですね。まあでも、こういう風にどんどん株を上げてますね。で、里のフェイバー自体は、 まあレース前にも言ったんですが、馬体的な完成度が高いタイプかなっていうふうに思いますし、もちろんキャリアを積めばメンタルだとかそういったところで上がり目はあるにしても、びっくりするような成長をするタイプの馬体ではないかなっていう感じでもう、現時点でかなりいい感じになってますんで、3歳の間にある程度活躍できればっていう感じですね。ククラシックの中心とまでではいいかないですし、 クラ,クラシックで勝ち負けするためにはある程度展開を味方につけないとっていうところはありますんで、まあそういったような競馬に持ち込めるかっていうところだと思いますね。パンチがちょっと足りない感じはありますんで、まあ本当に欠点の少ないタイプのいい馬っていう感じかなっていうところですね。ラセット。ラセットは最初は3番手のうちにいて、あんまり前に行かない方がいい馬だと思いますんで、ちょっとどうかなとは思ったんですが、 途中でグローリーベイズが上がってきて、対立が変わって、結果的には中段の内から競馬をするような形になりましたね。多分、このコース、メンバー構成を考えると、中段の内ぐらいがちょうどいいかなっていう感じではありましたんで、結果的にいいポジションからいい進路を取れたかなっていう感じですね。で、里のフェイバー、グローリーベイズが楽な展開で、残るような展開になりましたんで、させなかったんですけれども、この2頭が自滅でもすれば、はまれば、 逆転できる範疇ではあるかなとは思うんですが、まあ、基本的にはその一発を狙うっていう乗り方をしていくしかないかなっていう感じですね。まあ、重症、勝てるかどうかはわからないんですが、ただ同世代のレベルが高くないところだったら、重症で馬券圏内に突っ込んできてもおかしくないぐらい、それぐらい競馬に行っていいところがあるまで,ですね。レッドレオン。レッドレオンは、まあ、馬体的には多少すっきりとはしたんですが、 ただ動きが良くはなってないんで、まあ、ちょっと厳しいですね。まあ、強気の競馬をしたんですけれども、伸びずっていう感じですね。ラスト2ロンの競馬になって瞬発力勝負になったっていうのも、子供にとってはあんまり良くはない展開にはなったかなっていう感じですが、まあ、でも、岩田騎手強気の競馬をして、次に繋がる競馬はしたんじゃないかなっていうふうに思いますね。日本ピロタイド 日本ピロタイドはスタートは良かったんですが中途半端に控えてちぐはぐな競馬になりました力関係を考えると花か2番手に行かないとなかなか立ち打ちできないかなっていうところでしたしまあ気象面を考えるとやっぱり花か2番手に行った方が能力は出せたと思いますね将来的には好意に控えて一瞬の足を活かすっていうような競馬もできうるとは思うんですが、まあ、今回は腹をくくって乗るべきだったかなっていうふうに思いますね オーデッドエール。オーデットエールは仕上がりは良かったんですけれども、やっぱりなんか体もフットワークも硬いんですよね。デビュー当時の方がまだ切れる足を使えたかなっていう感じがあって、メリハリがなくなってきた感じはありますね。ですからなおさらその器用さもないですし、京都の外回りあんまり合わないかなっていう感じはありますね。まあ、ただ平坦時代は合うと思いますんで、まあ、レース前に言ってたように、 新潟の外回りだとか、あとは平坦小回りなんかは競馬しやすい可能性はあると思いますね。まあ、ちょっと距離もあんまり持たなくなってきているかもしれないなっていう感じの硬さはありますね。グローリーベイズ。グローリーベイズは大物感こそないんですが、やっぱり普通にいい馬かなっていうふうに思いますね。レース前に言ってた通り、里のアーサーとちょっと似たタイプかなっていうふうに思うんですが、ただ、 この馬の方が器用ですんで、競馬しやすいと思いますね。で、まあ今回はですね、最初後方にいて、スローだったんで徐々にポジションを上げていって、4コーナーの手前あたりでは2番手につけてるっていうような競馬になったんですけれども、まああいたような器用な立ち回りもできたっていうのは大きいかなっていうふうに思うんですが、ただ、スタート直後に、 先行した場合ですね。その場合に、そういう先行策が取れるかっていうところは、今後、競馬を見てみないとわからないんですよね。まあ、レイデオロのダービーなんかもそうなんですが、最初は後方にいて、途中でポジションを上げてってっていうような競馬、これは最初から先行するのとはパターンが違いますんで、本質的に先行できるタイプかどうかはわからないっていうところで、まあ、逃げて勝ったことはあるんですけれども、ただ中途半端に2番手、3番手とか、 ポジションを取りに行って、好位から競馬をした時に、毎回力を出せるタイプかどうかは、ちょっと、もうちょっと様子を見てみないとっていう感じありますね。ですから基本的にはもしかしたら極端な競馬ですね。花に行くか、後ろから追い込む、中段よりも後ろから刺す競馬をした方が合うタイプの可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ただそれも相手関係によるところであって、力関係が拮抗した時には、そういったような戦法ですね、本質的な 客室が響いてくる可能性もありますんでその辺は今後見てみないとっていうととうころで,す、ね、でまあ距離に関してはまあある程度は持つんじゃないかなっていうふうには思いますね、まあ、2400をもと持たそうとするんでしたらそれはやっぱり調教の中でそういうふうに持たすような調教をしていかなきゃいけないかなとは思うんですがただ基本的にはフットワークいいですし 効率の良い走りはでもやっぱりびっくりするような切れる足を使えるタイプでもないですし馬体面に関しても分かりやすいタイプで馬体を見てこれぐらい走るかなっていうぐらいそれぐらい走るタイプの馬ですねですからびっくりするような成長を遂げることも多分ないですしまああんまり過度な期待はできないかなっていうところはあるんですがでも この間センスがいいですし競馬に行って勝負根性もありますのでそういった意味でもメンタルも馬体もいいところがありますのである程度このまなりに成長は期待できるかなっていうふうには思いますねただ追わせるようなところもありますんでミルコ・デ・ムーロキ氏みたいな追えるようなジョッキーじゃないとギアが上がりきらない可能性もありますんで平均的なジョッキーを乗せても動くとは限らないタイプですねダノン・マジェスティ ダノンマジェスティはやっぱりここのメンバーでは素質は抜けてるかなっていうふうに思うんですが4コーナーの手前のところで松岡騎手が仕掛けた時に前にいた勝地松山騎手が反応してその時に接触したかしてないかはわからないんですがとにかく外に逃げてしまったっていう感じですね。新馬戦の時と同じように若さを見せてしまったところですね。で、旧車の方は ダノンマジェスティが新馬戦でよれたことに関しては弱いところがあるということでそこを鍛えてきたっていうそういったような感じだったとは思うんですがまあ結局は気象が一番大きかったかなっていう感じですんでまあ僕はレース前に行ってたんですがダノンマジェスティちょっと仕上げ急いでるかなっていう感じがありましてまあ馬体なんか見ててもちょっと軽くなりすぎたなっていう感じがあるんですよね新馬戦の時の重々しさっていうのはある意味距離が伸びた時に 自力勝負 2400m たりで素足勝負っていう時にいい方に向く可能性がありましたんで、まあ、ちょっと後ろ足攻守の方が軽くなりすぎたかなっていう感じなのは心配かなっていうふうに思いますねただ馬体全体のバランス自体ですねバランス自体はすっきりとしていい感じにはなってましたんでまあいい,いいこともあるんですがただそうですね仕上げ急ぐと成長を促せない可能性もありますし 基本的にはもっとゆったりと作っていって極端な競馬をしていった方がいいかなっていうふうに思いますねそれで今回はある程度ポジションを取りに行って競馬をしたんですがあのポジションから競馬をするにしても4コーナーで先頭に立つぐらいなそれぐらいな強気の競馬をした方が若さは出にくかったかなっていうふうに思いますね中途半端に綺麗に回ろうとしたがためにその結果勝地松山騎手に反応されて それで若さが出て外に逃げたっていう感じでしたんで、要するに他の馬たちの競馬に飲まれた結果若さが出たっていうような内容なんですよね。こういう若い馬、気難しい馬っていうのはなるべくマイペースで競馬させた方がいいんで、そういった意味でも強気の競馬をしちゃえばっていう感じはありましたね。ただそれは松若騎手のミス、大きなミスっていうことではなくて、こういう気象の若い馬をエスコートしてあげれなかったっていうことですね。要するに、 まだトップレベルのジョッキーたちと比べるとそういったようなカバーしてあげれるだけのことはできなかったっていうところなのかなっていう感じですね。で、基本的にはこの馬は素足のいい馬なんで、中段よりも後ろから素足を生かす。まあ今のうちは極端な競馬をなるべくした方がいいかなっていうふうに思いますんで、最高峰から直線勝負でもいいと思いますし、それかどっかのタイミングで一気に動いてまくって先頭に立つぐらいな、それぐらいなマイペースで競馬をさせてあげた方がいいかなっていうふうに思いますね。 まあ極端な競馬ということに関しては逃げてみるもしくは2番手から競馬をしてみるっていうのは最初のうちだったらありかなっていうふうに思いますねただギリギリの勝負になってくると基本的には中段よりも後ろから追い込むような競馬が合うかなっていうふうに思いますね馬体面に関してはちょっと軽くなりすぎたかなっていうふうに感じました馬体全体のバランスはすごく良くなったんですがただ 島戦の時の方が後ろ足攻守に重々しさというか重厚感がありましたんでダービーだとかあの辺で勝とうと思ったらあれぐらいの重厚感があった方がいいかなっていうところはあるんですよね、まあ、馬体全体が重いのは良くないんですがただ後ろ足攻守はもうちょっとなんか地面に吸い付くようなそういったような重厚感があっても良かったのかなっていうふうには感じましたで島戦の時によれた理由として友が弱い かかなんかそんな感じのことを調教師さん言ってたと思うんですが、まあ、それで調教を強めにしたのかなっていうふうに思いますねで、まあ、僕はまだそんなに強い調教は必要ないんじゃないかなっていうふうに思ってますんであんまりこういうふうに仕上げ急いでる感じになると成長を促せない可能性がありますんで、まあ、ゆっくり長い目で見て作っていってほしいなっていうふうに思いますねスケールのでかい馬に育ててほしいなっていうふうに思います 活字、活字は中途半端な競馬になってしまいましたね。3、4番手の外を回るような形で、まあ、強い馬に乗るんだったらあれでいいんですが、まあ、今回は相手関係を考えて積極的にポジションを取りに行った方がいいっていうふうに僕は言ったと思うんですが、2番手に行ってたらまた違った競馬ができたかなっていうふうに思いますね。この馬の良さっていうのは競馬センスだと思いますんで、そういった意味でも、 内枠だったらまだ3番手の内に行くだとかそういう競馬してみても良かったとは思うんですがこの枠でしたんで積極的に2番手に行けばっていうようなところですねですからもったいない競馬にはなったかなっていうふうに思いますしまあ相手も強かった分その分このままの競馬戦争を生かすような競馬ができなかったっていうことがこういったような結果になってしまったかなっていうふうに思いますね続いては東京新聞杯です 着着着リスス、グラシュ2着サトノアレス3着ダイワキャグニーでしたこちらも大外れでしたこのレースはいいメンバーが揃ったんでいい競馬になってくれればなっていうふうに思ってたんですけれども結果としては、まあ、リス・グラシュ、サトノアレスダイワキャグニーはある程度能力を出したんですが他の有力馬たちが全然能力を出し切れないようなそういったような競馬になってしまって何、まあ、か2回3回見る気がしないようなレースでもありますね。 でその理由としては、まず馬場ですね、先週まではです、ね、ある程度、自力勝負になりやすいような、そういったような、差しやすい競馬が面白いような馬場ではあったんですが、今週は雨を含んだ、雪ですかね、まあ、とにかく水を含んだ馬場になって、クッションはいいみたいなんですが、切れ味をそがれるような、そういったような馬場でもあったんですよね。ですかからら条件線から見てても なんか後方から追い込めないようなそういったような競馬が多かったですしなんかこういう馬場を得意としているような馬が構想するっていうようなそういったようなイメージの馬場になっててさらに東証ピスト田中和歩樹士が逃げまして田中和歩樹氏は昔からペースメイクがうまいタイプのジョッキーではないんで、まあ、今回も全然うまくなくて競馬を作れてないようなペースメイクですね。で、でみたいいなペーースメイクが上手いジョッキーでよく説明するのは なるべくペースをワンペース気味にまとめるか、それかスローに落ちたとしても、ラスト5ハロン、4ハロンぐらいから徐々にギアを上げてってっていうような、そういったような形で作るジョッキーがペースメイクがうまいジョッキーで、1ハロンで一気に落差をつけちゃうようなジョッキーっていうのは基本的にはペースメイクがうまくないです。で、今回の田中勝春騎手はラスト4ハロンのところからラスト3ハロンのところ、1.3秒ぐらい一気に速くなってるんですよね。 前半スローに流れてラスト三ハロンの競馬にしてしまって、しかもペースを上げるところを一気に上げちゃってる。良いドンにしちゃってる。これはショオピスト自体も自滅しますし、他の後続の馬たちも競馬をしにくいレース展開になって、オーソドックスな、まともな競馬にはならなかったっていうことですね。で、さらに、馬場ですね、雨を含んでる馬場なんで、走りづらそうにしてる、切れ味をそがれるような馬もいましたし、 まあ、良いドンの競馬の中で、まあ、時計も遅かったですし、ペースも遅かった分、その分力の劣る馬たちもある程度直線までは手応えよく回ってきてたということもあって、団子状態のまま馬群が来たような形で、まあ、ばらけない分、その分進路が開きにくかったり、スムーズな進路を取れないような馬たちも多くて、フットワークを乱すような馬たちも多かったということですね。ですから 今回の競馬がこれだけ見た目が不細工な競馬になったっていうのはそういう逃げたジョッキーとあとはババが影響したっていうような形ですね。それではうちの方から一頭ずついきます。アドマイアリード。アドマイアリードはやっぱり追い切りの動きが良かった分出来の方も上昇してましたね。不注品バステークスの時と比べるとかなり良くなってきたかなっていうふうに思いますね。ただそういった中で 切れ味を削がれるようなバブでしたし、冷戦界的にまず後方から届くような競馬でもなかったですし、まあ、どの進路を取っていいのかわからないような競馬でごちゃごちゃしたまんま終わったかなっていう感じで、まあ、今回は忘れていい競馬かなっていうふうに思いますね。まあ、でも最後の方、このままなりに伸びてましたし、ビクトリアマイルに向けてこれぐらいの出来、もしくは,しくはこれ以上の出来になればっていう感じありますね。電光暗示。 電光安住はですね、まあ、絶好調とまではいかないかなとは思うんですよね。ちょっと前後のバランスがあんまり良くないというか、まあ、ちょっとガタ、ガタガタに見えるような感じはあるんですが、ただ、まあ、でも走れる出来、8部以上はあったかなっていう感じですね。で、そういった中でこの馬に関しても、もうごちゃごちゃしたまま終わったっていう感じで、まあ、最後の方、リスグラシューが抜けたところを狙って、それで、 伸びては来たんですけれども、まあ、レース展開的にリス・グラッシュに追いつけるようなレース展開ではないですよね。もうリス・グラッシュの方がスムーズに競馬してますし、まあ、気持ち、もうちょっと外目の方に出せてれば伸びは違ったかなっていう感じで、まあ、いたところを突くしかないようなレース展開になったような感じで、まあ、この間の素足もそんなには生きてないかなっていう感じですね。まあ、でも、そういった苦しい展開の中で4着には来ましたんで、 今後に向けて、まあこういった条件ですね。左回り、マイル前後。いい条件だと思いますんで、チャンスは出てくる可能性あるかなっていうふうに思いますね。里のアレス。里のアレスはですね、まあ後方から行って、直線、左右打ちをつく。まあ基本的には左右打ちをつくっていうことはギャンブル性が高いんですが、ただ今回に関しては、ヨイドンのレース展開になって、そういった中で、 まあ中途半端なポジションから競馬をしてた馬たちの方が苦しんだ競馬なんですよね。ですから、最高峰から競馬をしたとはいえ、最内をつくことによってスムーズな進路取りをできて、マイペースで加速できたっていうことが大きかったですね。ですから、まあそうですね、今回はうまくいった方かなっていうふうに思いますね。ただ、里のアレス自体もですね、出来も良かったですし、まあ一時期ですね、 去年低迷してた時期と比べるとかなり出来の方が上昇してきてるなっていうふうに思いますしクラシックシーズンの時は出来が落ちてましたんであの時のイメージで里のアレスを考えない方がいいかなっていうふうに思いますねまあ2歳チャンピオンになった時も良かったですしその前ですね東京の方でムーア機種が乗っていい競馬をしてたあの時ぐらいの能力はありますんでまあ要するにものすごく強くなったっていうイメージはないんですがただ 好調時の出来にはあるかなっていうことで、まあそういった中でコバ相手にどこまで通用するかっていう風にイメージした方が力関係をイメージしていった方がいいかなっていう風に思いますね。まあ要するに2歳チャンピオンぐらいの時の力でコバの1000級相手にどこまで通用するかっていう風に測っていく必要があるかなっていうところですね。まあでも安田記念とかその辺でも掲示板ぐらいは狙えるような 感じににはななってきたかいいう,ふうに思いますねディバインコードディバインコードはですね、まあ、基本的にスローの良いドン瞬発力勝負は合わないんですがただ、まあ、このまでさえも5着か6着か結構上位の方に残りましたよね、まあ、この冷戦会だったらまず厳しいとは思うんですがただそういった中で残れたその理由としては他の馬たちが自滅したっていうことですね あとは、ババですね。切れ味を削がれるようなババになって、他の馬たちが苦しんだことによって、この馬が残れたっていうところはあると思います。ですから、基本的にはもっと、後半、ワンペース気味になるような競馬の方が、この馬自身も競馬しやすいかなっていうところで、まあ、逃げ馬がああいうペースメイクをして、そこで3番手のうちにポケットに入って身動き取れないようなところにいましたんで、しょうがない競馬かなっていう感じですね。まあ、2番手あたりに行ってれば、 トショピストを無視して早めに動いてて、早め戦闘ぐらいな競馬をしてれば多少違ったかなっていう風に思いますね。東証ピスト,トショピストについては、さっきも言った通り、まあ、この馬自体もマイル戦ですので、短めの距離っていうのは基本的にはワンペース気味にまとめなきゃ。逃げ馬自体も自滅しますんでですから。まあ、せめてラスト5。ハロン4。ハロンぐらいから徐々にペースを上げて。く。 もしくは、マイルゼンいうのは、なるべくワンペース気味ですね。ハイペースでもいいんで、ワンペース気味にまとめて、後半も、徐々にギアを上げていくっていうような、そういったような、しぶたさを活かせるような競馬をしてれば、東証ピスト自体も、もっといい競馬できたかなっていうふうに思いますね。仕上がりの方は良かったですし、もったいない競馬でした。ガリパルディ。ガリパルディは仕上がり良かったですね。思ったほど無駄肉がついてなくて、スッキリとしてましたし、 まあこの間にいい状態ではあったかなっていうふうに思いますね。まあ、ただこのまは展開に左右されるまで展開がはまってこそっていう感じの追い込みまではありますんで、まあ、そういった意味でもこういう競馬は合わないかなっていうふうに思いますね。相手もちょっと強かったっていうところもあります。クルーガークルーガーは引き続き仕上がりは良かったですね。よく言えばもうちょっとゆったりと 溜めが効くような歩き方ができればっていう感じ、距離が持つような歩き方ができればっていう風に思うんですが、今はマイル仕様に作ってるようなところもありますんで、これもしょうがないかなっていう風に思いますね。まあ、ただそういった中で、まあ、この馬にとっては苦しいレース戦会ですね。この馬はなるべくワンペース気味に後半がなってくれる、もしくは追い込みやすいレース戦会ですね。しぶとさしぶといすやしが生きるようなレース戦会が理想なんですが。 イドンのサンハロンの競馬で、まあ、ごちゃごちゃしたところで競馬が終わったっていう感じですねでちょっとポジションも取りに行き過ぎなんですよねああいう風にポジションを取りに行くとレース展開によってはジョッキーが追えないと動かせないそういったようなタイプの馬ですんで追わせるところがありますんで基本的にはなるべく安定して動かすためには後ろから行った方がいいんですよねでマイペースで加速できるようにしてあげた方がいいかなっていう風に思いますね 勝負根性がある馬ですし、相手が強くなっても相手なりに走れるタイプの馬ですんで、まあ今回は忘れていいかなっていうふうに思いますんで、まあちょっと使う必要のないレースを使ってしまったっていう感じになってしまいましたね。リス・グラシュ。ーリス・グラシューはですね、まあこの馬はですね、まあとにかく切れ味勝負、瞬発力勝負になると苦しいところはあるんですが、今回は他の馬たちは止まってましたし、 まあいいポジションですっと進路も空いてこの馬の能力を出し切れたっていう感じですよね。竹豊騎手も東京コースの芝コースだと、まあ、結構信頼性が高いというか落ち着いて立ち回ってくれますし、まあ、そういった意味でも竹豊騎手とリス・グラッシュどちらともいいところが出たレースかなっていうふうに思いますね。 でまあ、やっぱりこのまあ2歳の時の切れ味はないですね、今回は切れる足を使っているかというと、結局は他の後続の馬たちともほとんど差は広がったわけでもないですし、あれだけスムーズな進路を取れていたら、切れる馬だったらもっと突き放してますね、ですから33秒台半ばぐらいですかね、それぐらいの足を使っているにしても、それは見た目だけであって、 東京コースって結構33秒台の上がりが出ること近年多いので、まあ、そういった意味でも上がりのラップに惑わされないということですねリスグラシューにはそこまでの切れる足はないと思いますただ他の馬たちが伸びあぐねて自滅する中でリスグラシューだけは自分の能力をしっかりと出してっていうところですねでリスグラシューのいいところっていうのは本当に感心するのはレースに行って自分の力を出し切ることが多いですね ですから、まあ、そのパンチが足りない部分だとかそういったところをなんとかカバーできるようなレース展開に持ち込むもしくはそういったような位置取り、進路取りから競馬をして勝ち負けに持ち込めればこの馬のいいところが出るということで頻、まあ、馬でここまで安定して信頼性の置けるような馬ってなかなかいないので、まあ、他の馬たちが今回自滅する中でこの馬だけ能力を出し切れたということはものすごく価値があることですので、まあ、そういったところに今後も期待 してみていいのかなっていうふうに思いましたし、まあ、その辺もうちょっと考えて、僕はレース前にリス・グラッシュの評価を上げとけばよかったなとは思いますね。ハクサン・ルドルフ。ハクサン・ルドルフは後方から大外に出すっていうような競馬ですね。まあ、それで届くようなレース展開ではなくて届かなかったんですけれども、ならば、 4コーナーから直線を向いたところで馬群の中をついた方がいいじゃないかっていうふうに単純に考える人結構いるとは思うんですが結果としてですね今回はスローの良いドンになって他の馬たちも団子状態のままで馬群がばらけないようなレース展開なんですよねですから結果として外に出したっていうのは正しい判断なんですよねで僕がしょっちゅう若手機種について苦言を呈すのはそれは基本に忠実に 直線は真ん中どころを外に出してくれればなっていうふうに言うこれっていうのはこういったことも理由ではあるんですよね、まあ、やっぱり無難なのは基本に忠実に真ん中どころを外に出すっていう意識なんですよね今回戸崎騎手が馬群が団子状態でばらけないっていうところまで考えて外に出したかどうかは分からないんですがただ結果として外に出したことによっていい競馬ができた次につながる競馬もできたということで まあ余計なことをしなかったっていうところもありましたし、結果として今回は白山ルドルフは届かなかったにしてもいい競馬はしましたんで、まあそうですね、こういうことをやってほしいなっていうのが基本的にはジョッキーたちにはありますんで、まあそういったようなところも見えるレースであったかなっていうふうに思いますね。それで白山ルドルフの素足ですね、目立った部類ではあったと思うんですが、レース前に言ってた通り、 やっぱりハクサン・ルドルフはここのメンバーで一番切れるタイプかというとトップレベルの切れ味があるっていうタイプでもないんですよね。そういった中でも今回のレースは素足がよく見えた。これっていうのは他の馬たちがそれだけ自滅してたっていうことでリスグラシオにしてもハクサン・ルドルフにしても素足が目立ったっていうのは他の馬たちが能力を出し切れなかったということなんでこの2頭が特に切れる足を使ってるっていうわけでもないんですよね。ですから 子供たちにもそこそこの足はあるんですけれども、まあ、切れ味が生きるというようなレース戦艦ではなかったというところはここでも見えるかなというふうに思いますね。でハクサン・白ルドルフは本当に、まあ、こういうオエル・トサキ機種みたいなジョッキーが乗った場合だとギアが上がりますし勝負根性もありますんで、まあ、いいところありますんで安田記念なんかは賞金の関係で出れるかどうかはわからないんですが。 賞金加算してもし出れた場合ですねその場合に他の馬たちがちょっとでもロスがあった場合にこういう馬が突っ込んでくることは普通にあるかなっていうふうに思いますんで、まあ、リス・グラッシュにしてもハクサン・ルドルフにしてもメンタル面のいいところが出たかなっていうふうに思いますねダノンプラチナダノンプラチナは、まあ、この馬にとってもこういう良いドンの競馬っていうのは合わないんで、まあ、ド,ドタドタしたところがあって体が重い分 まあもっとしぶとさが生きるようなレース展開ならばっていう感じはあるんですが、ただそういった中でも、やっぱりここのメンバーに入って際立ったものがもうないというか、まあある程度自力はあるし、ある程度じりじりと足は使うかなっていう感じなんですが、ただそういった中で器用なわけでもないですし、まあやっぱり G1 を狙うとしたら、 の他,他の馬たちが自滅してくれることを待つようなそういったような展開がはまることを待たないとっていう感じにはなってきてますね胴体馬体が重いですしまあなんか以前の切れる感じもなくなってきたかなっていうふうに思いますねベルキャニオンベルキャニオンは相変わらず馬体も歩き方も硬くてなんかこずんでるように見えるぐらいそれぐらいに歩き方が硬くてぎこちないんですよね まあそれがずっと若馬の時からあって、まあ、これがもうちょっと柔らかくて躍動感のある感じでうまく体を使えてたらっていうような馬なんですが、まあ、こういうような動きになってしまうっていうのも生まれ持ったこういったようなタイプなのかなっていうふうに割,割り切るしかないですねで年齢的にも今後変わるような気配もないですし、まあ、今のベルキャニオンとしてはいい仕上がりの方でそ,そういった中で構想はした方かなっていうふうに思いますね。 で早めに前目の方から強気の競馬をしたっていう感じなんですけれどもそのベルキャニオンの能力でもある程度粘れたということでレースレベル的には高くはなかったということですしスムーズに粘り込むような競馬ができた馬は構走できたそういったような質のレースではあったかなっていうところですね。マイネルアウラートマイイネネルルアアウウララーートトは 2番手か3番手ぐらいに控えてそれで。まあ、結局はただ回ってきただけで終わったかなっていう感じですね。柴田第1期は逃げてくれたらペースメイクが上手いんで、柴田第一機種が逃げてれば全然違ったとは思うんですが、まあ、2番手3番手に控えた時、逃げ以外の戦法だと柴田第一機種は安定しないところがありますんで、なんか今回は何もできなかったっていう感じですね。まあ、どっかのタイミングで先頭に立つとか。 まペースを乱してくれれば面白かったんですけれども、まあ、マイネルアウラート自体もあんまり長く足を使えるタイプでもないので貯めるっていう意識が働いてたのかなっていうところですねで、まあ、仕上がりに関しては馬の形は悪くないんですがやっぱり以前の躍動感はないかなっていう感じで体調はいいとは思うんですが、まあ、ちょっとなかなか期待できない感じにはなってきてるかなっていうふうに思いますね嘉手納嘉手納はですね まあやっぱりこじんまりまとまってしまったというか、馬体全体の雰囲気が硬いんですよね。で、体調自体はそんなに悪くはないんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、そういった中で、なんかその、筋力的に躍動感がなくて、まあ、それで余計なところに力が入って、こじんまりフットワークがまとまってしまうのかなっていう感じはありますね。でですすからレース前にも言ったんですが 専用ぐらいですね。右回りの専用あたりを使ってみたら、もしかしたらいいところが出る可能性はあるかなとは思いますね。ストーミーシー。ストーミーシーは引き続き素晴らしい仕上がりで、馬体も素晴らしいですね。まあ今本当にピークに近いんだろうなっていうふうに思いますね。そういった中で歩き方なんか見ててもちょっとふわふわした感じがあるというか、ピリッとしてない感じがありますんで、まあその辺を考えて、 やっぱりオイルジョッキーを乗せないと安定しては走らないっていうところがありますねですから状態のいいうちにトップレベルのオイルジョッキーを乗せてあげてほしいなっていうふうに思うぐらいいい馬ですね G1 を狙うとなると、まあ、なかなか他の馬たちが止まってくれないとっていうところはあるんですがただ G2G3 ぐらいだったら全然勝ち負けできるレベルの馬ですし まあ今のうちにこのままのためにもいいところを見せれるように除球を用意してあげてほしいなっていうぐらい、そ、それぐらい思うぐらい出来がいいですね。ダイワキャグニー、ダイワキャグニーも引き続き仕上がりが良くて、まあここ1年ぐらいで本当に良くなったなっていうふうに思いますね。で、まあ行為中断、中断よりも前ですかね、その辺で足を貯めて、 なんか丁寧に回ってきた感じがありますねこういうレース展開を考えるとこのまま切れ味タイプではない分早めに動くぐらいな極端な強引なことをしてもよかったかなっていうふうに思いますね、まあ、もちろんその形でダメな可能性もありましたけれども、まあ、結果的にリズグラッシューとの通った進路の差が出たかなっていう感じで力的にはまあ同じぐらいかなっていう感じ そういった中で大和客人は先行できるっていう強みがある中でその先行力だとか立ち回りの良さっていうのを生かせなかったかなっていうところはありますねで大和脚人自体も切れる足がない中でリス・グラシューとほとんど似たような足ですよねちょっと切れる足を使ってるかのように錯覚するようなそういったような競馬でしたし、まあ、要するに切れ味がなくとも伸びれるだけのそいそ 素足が目立つだけのでではあっったかなっていうところですねグレーターロンドングレータータロンドンドは前にいっちゃいましたね、外枠を気にして一旦出してとていうことなんでしょうが、まあ、この馬は基本的には中段よりも後ろから追い込みタイプの馬ですんで、あ、まあいうふうにポジション出していった時点でたまらないっていうことは想定できたかなっていうところですね。 でまあ、この馬に関しては人気してたんですけれども、まあ、人気してた中でやっぱりここのメンバーの中で特別際立った足があるというわけでもないんで素足のいい馬の1頭でしかなかったわけで、まあ、そういった中で外枠でもあってこれだけ人気してたのは過剰人気ではあったかなっていうふうに思いますねただ全然ここで上位争いをしててもおかしくはない馬ですしここではとにかく上位56頭には入る馬ですんで、まあ、そういった意味でも こういう本質に合わない競馬をしたことによって競馬にならなかったっていうところが大きいですね。以上です。吉本興業、ABCDEU 加減というコミの東野昴郎と申します。失礼します。